ラジオネームムッシュさんからいただきましたスイちゃんコラーズさんこんばんは<ー>庶民の夢そうドリームジャンボ宝くじの発売期間に入りました<あー> <laughs> 当選金額は一等前後賞合わせて5億円すごいですね<ー>でも当たるわけないってお思いですか宝くじは当たったら何に使おうかなって考えるのが楽しいのです10枚買えば一等前後賞当たるかもしれませんがから、えー、500分の1 あ500万分の1。めっちゃ当たるよ。<laughs> お二人が宝くじを買うイメージは全くありませんが、もしまとまったお金、かっこ非か税がもらえるとしたら何に使いますか貯金、ガチャは除外で考えてみてください。自分のお金じゃやらないけどみたいなのが聞きたいです。あ<か>自分のお金じゃやらないことね。課<税>非か税えっ、ー、と、かか税税がかからないってことですかあそうなんだ。

確かかかににねねねいいいもももこのの番組資金すれればばんっっ当当たたたらハワイ旅行とロケででで円何きるようわ震え豪華だったらもみ消し怖なんてことだ。 えー、自分のえでもそれこそ私旅行行きたいけどな。旅行、うん、ねじ自分ののでやらなない,いう,うーんなんかさ、うん、結局なんかちょっとなんかこうあんまりお金使うのに慣れてないとこがあって、うん、結局ちょっとこう我慢,我慢しちゃうというか、うん、あんまり使わないようにしちゃうわけよ。うん そのお金だったらハワイ行き放題だなみたいなハワイ行ってしかもめっちゃいいその施設というかさああああ旅館旅館じゃないかああホテルに泊まってああですっごい美味しい、うん、これでもかって高いものとか食べられるじゃん、うん、でも結局自分のお金だとなんかさその高いお店の一番安いやつ頼んじゃいそうやりそう,そうなんかついねこう貧乏症というかさ、うんうんうん、出ちゃう、ね、出ちゃう出ちゃう。 うん、確かにあるうん <laughs> えー、ガチャ以外いや本当にお金の使い道って難しいよそうだねえ何やりたいんだろうなんかさ、うん、あのお金がたくさんあったらやりたいことこんなにこんなにこんなにって思ったりするけど、うんうん、実際、うん、そんなになかったなって 急に思い始めるんだよ最近。あ、そっか。実際お持ちだから <laughs> <laughs> 違います。実際ってことにあると違うなってなっちゃう感じか。うん、な何だろうね。うんなんかさ別にさ、うん、服はさ、うん、普通に買うやん。でもめっちゃ高い服ありますよね。え買った私そしたら服も欲しいわ。えでもさめっちゃ高い服さ。うん、私も貧乏症だから、うん、あの。 買えなくて、でもそれは今のところ自分のお金だからだよ。うん、人のお金,の金なら、そう、人の金っていうかなんか、まあ、自分のお金じゃやらないけどみたいな話だから。うん、ええー、なんかでもめっちゃさもったいない気がしちゃってさ、うん、でさた例えば三十万のジャケット着て、ぶ文化放送着て。なんで文化放送？ そかなん焼肉行ってあ焼肉臭くなっちゃったみたいななんで焼肉行くんだよそんでなんかさビジョンが浮かばないんだよねあーわかる高い服着てる自分がそうだよねいやわかるわかるわかるそうだブランド物のカバンとかも別にいらないしわかるそうだよねそもそもあこれは言わないでおこう言葉を選んだぞえ結局だからさその お金値段じゃなくて可愛いものが高かったらって話だわね。良いものが高かったら欲しいけど高いものが欲しいわけじゃないということですそうなんですよ。うん、なんだろうな。まあでも旅行行こっかじゃ行こうん。だからセンスくで宝くじ買いましょう。うん、うん、そりゃな。ハワイを目指して。ハワイを目指して。ではお次へ。うん